せーメリーさんちの経営してるゆかとくるるとすずとさらさとなとです。はい、イエーイ今回の動画は社員旅行動画イエーイというのが、社員旅行動画っていうか社員旅行どこ行くかっていうのを決めるで、プレゼンして決めるっていうね動画です。で、候補が台湾と香港とグアムなんですよ、うん、で皆さんでどこ行きたいか一つずつ決めてもらって、で今回は、3分から5分くらいプレゼンしてもらって、みんながいいなと思ったところに行こうかなっていう感じで決めていこうと思います。イエイ、どうみんな決めてきました？決めてきました。トップバッターやりたい人、いやトップはいいやあ、じゃあ私最初やろうかな。私がやっぱりみんなで行きたいなと思ったのはグアムなんですよね。でなんでグアムかっていうのが、去年韓国行ったじゃないですか、なんでちょっと系統を変えて、リゾート感があるグアムがいいかなと思って、日本じゃ味わえない雰囲気っていうのがグアムだったら味わえるかなと思って、アメリカ領土なんで、そのアメリカ感もちょっと楽しめるかなっていうのと、あとなんだろう、やっぱ南国って感じなんであったかいかなみたいな感じですね、で、グアムはそのチャモロビレッジっていうのがあって、毎週なんか水曜日にファイヤーショーとかフラダンスとかそういうショーをやってくれたり、あとは市場とか開催されて、なんかその、そこでお土産とかいっぱい買える、そういう雰囲気味わえるかなみたいなのが一つ、チャモロビレッジ。あとご飯はこういうジャンケンだけ、本当にハンバーガーで本場のとこ行って楽しみたい、ご飯とかもね楽しみたいなというのもあってって感じですね。いいね。で、あと洋服でみんなでやっぱムームーを着たいなっていうのがムームーってこれです。かわいい。そうそう、みんなでリゾート感がある服とか着て、写真映えしたいなということで、私はグアムにしました。おー、ちゃんとしてるすごい。どうぞ次の方。いいです。大で香港マカオ派の人いますか？はい、はい、いい、どうぞ。いや本当になんか何も考えてきてないんですけど、この人みたいな。まあすずは香港マカオ、なんでかっていうとディズニーがあるのと、マカオに移動して、カジノ、とか、あと100万ドルのね夜景。あ、いいね、それはいい。100万ドルの夜景ありですよね、で高層ビルみたいなところの上で、みんなで高いカクテルを飲んで、いいね、今日まで頑張ってきてよかった。あ、確かに。あ、いいですね、いいですね。で香港にはディズニーランドが、私本当参考の画像とか何もディズニーランドがあってですね、それのね乗り物でめっちゃ乗りたいやつがあって、何ですか？トロンっていう乗り物なんですけど、なんかバイクの乗り物で、これバイク乗るやつで、これのジェットコースターみたいな、やりたい。これがジェットコースターなんだけど、そう、これにとっても乗りたい。乗りたいわ。結構もうずっと前からここに行ってみたくて、香港ディズニーはカチューシャとかもね、選べるということで、そう、さっき聞いた話だし、あとヤムチャできるから、ヤムチャ、確かにヤムチャ、だってヤムチャしたら、だってもうこことハイブリッドだからね。確かに確かに。ヤムチャしちゃえば台湾だから。台湾も楽しめる。確かにそうか。そう、通信祭も食べれるし。ああ、なるほど。そう、特産じゃねえとか言う。通信祭もあるよ。通信祭男だから。そうそう、だから空心していきたいなって、そんな気持ちで私は香港マカオ派です。はい。非常にグアム。はい。グアム派。はい。グアム派なんですけど、香港マカオとでも同じぐらい迷いました。なんでグアムがいいかっていうと、個人的にあったかいところの方が好きなんで、あったかい国に行きたいなって思ったのと、海がやっぱあるんで、みんなで海に行く機会ってあんまないから、確かに確か海のアクティビティみたいなのもできる。確かに、みんなでバナナボートとか、なんかそういう海系潜るとかできたら楽しそうだなって思いました。あとなんか、やっぱムームーしたいじゃない。あとでもイルカとかカメとかいるんで見たい。確かに確かに。あとなんか一番映えそうですね。確かに、海沿いでみんなで写真とか写真映えそうで、あとはクルさんの参考にいいなって思いました。確かに、そうですね。グアム推しです。私グアムって言ったのに全然海の話してました。海
ないんだよね。そうです、忘れてた。はい、香港マカオ、はいはいはい、香港マカオ派で、でもグアムもちょっといいなって思ってたけど、香港のやっぱディズニー行きたいのと、うん、確かにやっぱカジノリベンジ、カジノマジで、ね、カジノで勝ちたい。私ご飯も美味しそう、普通に確かにね、美味しそうだよね、わかるわかる、ヤムチャね、ヤムチャとね、夜景とか見てね、スタ、うん、ーとか行きたいですね。行きたいよね、確かに、確かに、おしゃれなとこが面白いよね。そう、めっちゃあったよ、いいバーあったもんね、今日乗ってました、超おしゃれだ、うん、あとやっぱナトちゃんはあのエンペラー出身なんで、確かにやっぱそういった雰囲気に似合いますよ。ちゃんとは、ね、コンセプト、コンセプト持ってます、ヤンブラ魂、ヤンブラ魂、ホンマかもになった、私もねやりたいね、え、うん、やりたいよね、挑戦、挑戦、挑戦、やばい、挑戦、挑戦、やばなかった、それはね、チキンだったからね、やりたい、次はやりたい、勝ちたいよね、みんなで、うん、やりたい、それはそう、勝ちたい、確かに。もしかしたらギャンブラーの星みたいなのいるかもしれないから、でも誰かは入れるけど、その分誰かが逆かもしれない、誰かは勝つかもしれない、ちょっと全員勝つのは確かに。私はですね、あの動画を作ったんで見てほしいんですよ、グアム動画、すごい、グアム動画を作ったんで見てください。そうだね、あの差し込みますから、一番登録していくんだ、クリスマス、ゆっくり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 、韓国で乗ったさ、あの行かれてるさ、UFO みたいなやつなんだ、超怖かった、
ああいう系がいっぱいあるみたいな。あ、そうなんだ。個人的にもなんか高校の時1回だけグアム行ったことがあって、全然楽しくなかったんですけど、みんなと行ったら楽しいから思い出の塗り替えとかね、違うよね。そう誰かが楽しい、はい、そっか、人前人いなかったんで本当にバカンス行きますみたいな。浮かれちゃいます。かわいい。香港バカオだったら茶色服着ていこうかな。やばいですね。どうですか、皆さんはどっちがいいと思いますか。今すごい台湾なくなっちゃったんだけど。いいと思う。その行ったことある人はそのここ良かったよとかそういうコメント欄で教えてください。それでもしかしたら決まるかもしれない。ぜひ。お待ちしてます。皆さん誰のプレゼンが良かったかぜひ。ここでしょ。コメント欄でね、良かったっていうのを教えてください。お待ちしてます。はい、でね、またこの、結果はね、Vlog にね、なるので、はい、楽しみにしててください。今日も来てくれてありがとうございました。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今日も元気にいってらっしゃい。リリーグループでは役職者も募集してます。お店をまとめて引っ張っていける存在です。お店を自分で作っていく楽しみもあります。役職者は昇給だけじゃなく、秋葉原、徒歩圏内の寮や家賃補助、個人成績だけじゃなく、お店の成績に対する賞金や手当なども様々あります。年に1、2回の海外旅行、参加は自由の旅費全額お店負担、独立支援などもあります。お店の YouTube などもあるので、出演して有名になりたい人や、自信がある人、将来のこともしっかり考えたい人は、ぜひ応募してみてください。お待ちしております。